好投。佐田彩香選手の3点タイムリーなどで効果的に得点し、7対0で見事な完封勝利を収めました。また7月13日に東京ドームで開催されたコナミプレゼンツ女子野球交流戦では、2回に2点を先制されるも、田中美和選手、岡田彩香選手のタイムリーなどで逆転し、4対2で勝利。米国発祥のグローバルラグジュアリージュエリーブランドリバリーとのコラボレーションユニフォームを初めて着用したこの試合で、メンバーの笑顔が輝く素晴らしい試合となりました。ジャイアンツ女子チームの活動は、コナミデジタルエンターテインメントがサポートしています。お知らせいたします。一般社団法人日本野球